さあ、タコの時間がやってまいりました。本日519回目の今日の表現はかなり。さあ皆さん、意味はどうでしょう。共同体ということでよろしかったかと思います。さあ問題は、なぜこのコロニーが共同体という意味につながってくるか。それにとは語源ですよね。さあ皆さん、コロニーの一番左側、COO と言われたら、カリグ同僚の COO ということでよろしかったかと思います。もちろんカリグ同僚、そうです、同じという意味なんですから、これですよね。共同体、つながってきません。同じ場所で働く人たちというふうにつなげていただいてもよろしいかと思います。そして皆さん、カリグ、コロニーが出てきましたので、合わせてこれも言っておきます。これですよね。もちろんコラボレーションで、もちろんコラボレーションの出だしの COO と言われたら、皆さんイメージは同じということでよろしいかと思います。もちろん2人以上の人たちが協力して、ことを進めると、仕事をするというイメージでよろしいかと思います。ですからコラボレーションと言われたら、協力して働きかけるというところでよろしいかと思います。ですので皆さん、共同という意味がバッチリでございます。そして、共同。これですよね。これも隠れておりますので、合わせて押さえておきます。ただ、コラボレーションの真ん中には、レイバーが隠れているんですよね。仕事でございます。ですから、二人以上の人たちと同じような意思、目的を持って同じところで仕事をするというイメージでよろしいかと思います。ですので、カラニー共同体とカーボレーション共同、二つ合わせて押さえてください。そして、カラニーですが、こちら公式問題集のピンクの4、テスト2のパート7回答冊子186ページにも掲載されておりますので、参考になさってください。そして我々ですね、皆様のトイックのスコアップ、こちらつながりですね、動画を毎日配信しておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。